戸田市鉄は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、徳川氏の家臣。大見瀬瀬藩、第二代藩主、摂津ヶ崎藩主、美濃大垣藩主代藩主、大垣藩とだけ二代、戸田和明の長男。天正四年三月、三河国に連帰にて、戸田和明の長男として誕生。はじめ徳川家康の近所として仕えた。 文禄四年十月二十一日、十五位下う目星制となる。慶長五年関ヶ原の戦いに従軍。慶長八年、父、一西の死により、家督を継ぎ、大見是々藩主となる。大阪の陣では、居城の是々城の守備に徹し、戦後現長年摂津甘がさ五万国へ移法される。官営十二年七月二十八日、美の大垣十万国へ移法された。 寛永14年の島原の乱では、寄せ手の一部将として出陣し、実戦経験の少ない幕府軍を率いて、乱を鎮圧した。江戸幕府に対しては、寛永10年の大阪城修築、島原の乱においての先行、四大将軍、徳川家綱誕生の際のへその王を切断する、ヘへら刀の役を務めるなど奉仕する。一方、反省においても、神殿開発や、 治水工事などに大きな成功を収め、大垣藩の反省を安定に導いた。また教育にも力を注ぎ、収容を説いた八道州などを表し学問を充実させた。慶安4年11月28日に隠居した後は入道して常日窓号した。明暦元年80歳で大垣において死去。家督は長男の指針が継いだ。 反省の成功を称して、現在の岐阜県大垣市大垣公園に、私鉄の銅像がある。父人西以来、代々の子孫は、大垣の徳葉神社にて祭人として祀られている。また、天ヶ崎藩主として、天ヶ崎城追記と共にいた、治水事業の功績が称えられ、兵庫県天ヶ崎市と大阪市西淀川区津田の、府県境を流れるサ門戸川やサ門ンとして、 その名を残している。明治42年9月11日、増樹三味。ありがとうございます。